5対1で西武のリードは4点です。風が冷たく感じられる今日の神宮球場。中島が、いや失礼、片岡がバッターボックス。初球はボールです。今日3安打。東京ヤクルトスワローズも、まあ、昨日のゲーム勝てそうなそんなゲームを結局は落としてしまった。後ろのピッチャーがヤクルトも今年は苦しいんですよね。いや中津にその通りですよね、うん、山井チャンヨンの出遅れから始まってですね、調子の良かったあのバーネットまで昨日はね、打ち込まれてということで、まあ交流戦明けてね、はい、まあ、1試合雨天中止が入ったりしてね、まあ、あるんですが、まあ、それにしても何日か余裕がありますんでね、そこで立て直してほしいですね、はい、さて西武ライオンズの各バッターのタイムリーの談話が入っておりますのでお伝えしたいと思います。まず住谷のタイムリーの談話が入っています。とにかく後ろにつなごうと思って打ちましたと6回のタイムリー住谷が話しています。この住谷のタイムリーは非常に効きました。片岡は空振りの三振。若干気に入りませんねコメントが。あ、そうですか。次につなげて岸につなげてどうするんだと、自分で返すつもりでしたとか言って住谷に言ってほしかったですね。そして片岡のタイムリー、これも6回に生まれたんですが打ったのはまっすぐです。攻守で岸が頑張っているので援護できてよかったですと。素晴らしいコメントですね。そして中村6回のタイムリーのコメントですが打ったのはまっすぐ、追加点が取れてよかったというそういうコメントです。そうですね、住谷のコメント以外は良かったです。あ、そうですか、ということで、まあ、住谷のね、はい、まあまあ、優等生な発言ですけど、まあ、次はピッチャーですのでね、大好きな石川さんだから良、かったですとか言って言えば、まあ、されてるかなと思うんですが、まあまあね、相手を思いやったところですね。バッターボックスには栗山が入っています。ワンボールワンストライクです。長打です。まあ、本当に登板のチャンスをもらっただけにものにしたい左のピッチャーです。どのチームも左の中継ぎこれが不足している中、ゆったりとしたモーションから速いボールを投げます。長打独特のこの間合いなんですよね。そうですよね、あの緩いカーブを見せながら最後はね、140以上のストレートですよね。だから立ち上がりの、1回はね、少しね、良くなかったんですが、この片岡栗山に対してはね、はい、長打本来のストレートを投げ込んでますね。バッターは中島です。首を振ります。アンカーのリードに対して首を振りました。カーブです。センターの前に落ちました。当たりとしては決していい当たりではなかったかもしれませんが笑顔を見せます。今日2本目のヒット、カーブ。センター前に落ちます。これで14本目のヒット。まあ非常にね、打った喜びを表現してくれてね、爽やかですよね。そうですね、やっぱりスポーツマンですよね。9試合連続ヒット。さあバッターボックスには中村が入っています。ツーアウトでランナーは一塁です。今日はホームランは生まれていません。翔太が思い切って懐に行きました。まあ、こういう場面ですから思い切ったピッチングが翔太としてはできます。いやこれはストレート自体はね、やはり彼のこのリーチの長さそして角度、はい、見るべきものがありますよ。
ね、これはあの中村に対してもね、はい、まあ、あの左独特のクロスファイヤーというかね、それだけ の、 あの力ありますよ。ワンボールワンストライクです。投球は3球目、高く上がった、伸びはありません。どちらが取るのか、最後はミレッジが取りました。8回の表終わっています。5対1です。